コマール軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は108 4725人であり、2000年の7万8021人から39.0%増加した。軍庁所在地は、ニューブロンフェルズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コマールは1846年に設立され、 軍名は、スペイン語で、平らな皿を意味している。コマール軍は、サンアントニオ大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は575平方マイルであり、このうち陸地562平方マイル、水域は13平方マイルで、水域率は2.29%である。軍内を通って、北東方向に、バルコーンズ断崖が走っており、 週間高速道路35号線がほぼその西側を通っている。断崖の西側はテキサスヒルカントリーの岩の多い丘陵と峡谷であるグアダルーペ川が群内をほぼ南東方向に流れており、キャニオン湖で水が溜められている。コマール川はニューブローンフェルズのコマールスプリングスに源があり、すぐにグアダルーペ川に合流する。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コマール軍はアメリカが州国会議員ではテキサス州第21選挙区に属し、州上院議員では第25選挙区、下院議員では第73選挙区に属している。2012年時点ですべて共和党員を送り出している。ありがとうございます。